これね、複数の iPad を使ってる人にとってはすっごい便利だと思います。こいつで充電できるんですよ。すごくいいですよね。こんにちは、戸田悟です。今回は iPad 用のタッチペン紹介したいんですが、これがですね、なかなか気が利いてるんですよ。アイスフルというメーカーの製品なんですけれども、最新の iPad には吸着してで充電できるほか、充電用のボックスも用意してます。注目してください。今回はですね、このスタイラス新製品を紹介したいんですけれども、はい、こちらアイスフルというメーカーの、まあ、タッチペンですね、 iPad 対応のタッチペンを紹介したいんですが、価格はですね4380円。ただし動画を撮ってる時点では 20% オフのクーポンがついているので、まあ、3000円台ですね、半ばぐらいで買えるという非常に手頃なペンなんですが、いや、そう言うとですね、いやいや戸田さん、もっと安いのいっぱいあるでしょって方も多いと思います。もちろんそうなんです。このメーカーのペンでもこのタイプ以外は2880円、3980円などでも買えるんですね。でも今回僕はこのペンを非常に推してるんですけども、理由がありまして、まあ、それはこれから紹介しますが、というか見てわかると思うんですが、このねトレーがいいんですよ。トレーがいいということで、それでは早速紹介していきましょう。それではですね、早速中を紹介していきますね。開けていきます。はい、はい、まずはですね、ご説明書、説明書は日本語にも対応してます。各国語対応で一部が日本語になっています。はい、ただこの動画見ていただければね、というか動画見なくてもこのスタイラス使うの簡単なんで、そんなにね困ることはないと思います。はい、では中に入っているものですが、はい、こちらですね、ペン本体なんですが、これがポイントなんですよ。これね、パッと見なんだかわからないんですが、実はここにですねトレーがついてるんですね。このトレー、これがね後でポイントになってきますので、まあ、それは後で紹介しますが、トレーに入ってるこのペンね、本体、それからトレー、それからタイプ C タイプ A ケーブル、さらにこれペン先ついてます。はい、でまずですね、ちょっとベタなんですけど、ペン先の交換からね、ちょっと紹介しておきますね。これ実際は使ってみると案外減ります。で、この手のスタイラスってもちろん純正のアップルペンシルも全く同じことなんですけれども、まあ減り方がね、全く同じかどうかわかりませんが、みんな減ります。で、減るのはなぜかって言ったら当然ガラスに傷をつけないからですよ。ガラスより硬いものを使えば減らないわけですけど、ガラスに傷ついちゃいますから減っていいんですよね。で、特にペーパーライクフィルムを貼ってる方は減りやすいのでご注意ください。とはいえ、そんなね、ガンガン減るわけじゃないですけど、まあ利用頻度にもよりますけどね。で、減った時にこうぐるぐるっと回して簡単にペン先が交換できます。はい。これは純正のアップルペンシルでも一緒です。で、この製品はこのペン先が3本ついてるので、まあ4000円ぐらい、3000円台半ばで買えるものとしては、製品の寿命、まあ、3年4年ぐらいかなと思いますが、ぐらいはこのね付属のペン先で、十分利用できる、元は取れると思います。ペンのお尻にボタンがついてます。でこれを長押しすることで電源入るんですね。はい、でちょっと長押してあげます。すると今青く光って見えてる？はい、はい、これ青く光ってると電源入ってます。でこれでもちろん使えるようになるんですが、また長押しすると電源オフになります。はい、もしくは5分間放置しておくとオフになります。でまず長押してオフにしてみますね。はい、消えました。はい、こうやって使う、簡単ですね。はい、また長押してます。はい、電源入りました。分かりやすいですね。はい、本体のデザインはこれ上のね Apple Pencil ともほとんど似ていますよね。ただ全体的にちょっと軽いと思います。ちょっと重量ね後で測りますが、あとね Apple Pencil が艶消しなのに対して艶ありなんですよ。まあね、あんまり気にならないかな。どっちがいいかはもう好みの世界だと思いますけれども、まあ、僕はもう個人的にはぶっちゃけどっちでもいいかなと思っております。それでは重量を測ってみましょう。アイスフルのペンですね、 13g、 非常に軽いですよね。はい、参考までにアップルペンシルも測ってみます。こちらは 18g。 まあそんなに変わらないといえば変わらないですが、持った感じでは重さ結構違いあるように感じます。 5g なので実際には重さは全そんなに変わらないんですが、手にしてみるとね違うんですよ。ちょっと藤原君持ってみる？それアップルペンシルね。はい、はい、でこれがアイスフルのペン。あ、違います、違います、違うよね、感じるよね。はい、はい、感じます。まあ普段の生活してると、例えばスマホが 5g 重くても全然感じないじゃない。はい、でもペンはやっぱり感じるよね。なので僕としてはそのペンの重さを乗せて文字や絵を描く人にアップルペンシルが向いてますし、軽いペンでさっさ描いていく人にはアイスフルのペンの方が向いてるかなと思います。まあただ比較しなければ気にならないかもしれません。はい、でこちらは11インチの iPad Pro ですね。はい、普通にもちろん描けます。はい、ただですね、筆圧検知はないんですよ。
傾き検知はあります。例えばこうすると分かりやすいかな、はいはい、傾けると太くなってまっすぐだと細くなります。で消しゴムもまっすぐだと細く消えて傾けると広く消える。これね、僕ねアップルペンシルってこれがいいと思っていて、このね傾けると一気に消せるのが非常に便利なんですよ。はい、これを両方使います。ただし筆圧は何度も言いますがありません。で、スクリブルですね、僕の名前を書きます。はい、これテキストができます。これもね使えます。で、他のねアプリでも使えるのでちょっと試してみましょうか。今こちらはですね Google の Keep を使ってますね。はい、こんな感じで利用できます。 Apple Pencil とまあ基本的には一緒なので対応しているほぼ全ての手書きアプリで利用できます。でこのペンですね、実は Bluetooth でペアリングしてないんですよ。で普通にこう書けますよね。ペアリングしてないから別の iPad でもすぐ書けちゃうんですよ、こういう風に。これね、複数の iPad を使ってる人にとってはすっごい便利だと思います。Apple Pencil はペアリングしないと書けないんですよ。なのでこれはね、意外な盲点で、盲点っていうのもおかしいですけど、非常に便利です。対応してる iPad だったらどれでもね、スイスイ書けます。このペンですね、便利なのが、こうピッとくっつく。これ Apple Pencil と一緒じゃないですか。で、くっつくだけじゃなくて、充電してくれるんですよ。便利ですよね。で、充電中は、さっきのランプの表示が変わるので、ちょっとアップで写してみましょう。本体にアイスフルのペンを磁石でくっつけると、充電が始まって、後ろがですね、まあ赤というか、濃いオレンジ色というか、に光ります。はい。で、充電が完了するとグリーンのランプが30秒間点灯するという形になります。なので、まあ、くっつけてグリーンが点灯していればまあいっぱいだなということが分かります。 Bluetooth でペアリングしてないので iPad を見ても電池の残量が分からないっていうのはまあ致し方のないところかなと思います。こちらが最初に紹介した充電スタンドですね。この製品のもうポイント、味噌になる、味噌っていう方もあれですけどね、パーツなんですけど、これ何ができるっていうと、こいつで充電できるんですよ。すごくいいですよね。で、これですね、まあ見ていただくと分かるんですが、さすがに高級感があるとまでは言いませんが、継ぎ目もね、全然なくてチープな感じは全くしません。で、裏にはこうラバーかゴムか分かりませんが、素材分かりませんが、こう滑り止めになってるので動かないんですよ。非常に動きにくいんですね。非常にいいと思います。それでは早速これで充電をしてみましょう。それではケーブルをつないでみます。これ付属のタイプ A タイプ C ケーブルですね。まあ、普通のいわゆるスマホ向けの充電器でいけると思います。ちょっとね、これ分かる？紫色に光ってます。はい、はい、これでこのトレイには電気が来てるということが分かりますね。で、ここにそれではペンを乗せてみましょう。トレイに乗せます。はい、磁石でピッとくっつきますね。と、ここ赤く光ってるの分かるかな。そう、はい、赤く光ってます。これで充電がさっきと一緒ですね。で、これグリーンで点滅すれば OK というわけです。で、これ一般的なタイプ C タイプ C ケーブルで充電してみましたが、まあ当たり前ですけどちゃんとできました。なので、まあこれ付属のねケーブルを使ってもいいんですが、充電器ついてこないので、スマホの充電器と普段スマホに充電しているタイプ C ケーブル、 iPhone の方はねライトニングだと思いますが、タイプ C ケーブルがあればまあほぼ充電できると思います。このトレイが便利なのは、普段このトレイでこうやって充電しておけばパッとこう取り出していつでもかけるわけですよ。で、使い終わったらまたトレイに置けば充電してくれる。もちろんね、iPad につけても充電してくれるんですが、ここがポイントで、このね製品無印の iPad にも対応してます。製品の対応はウェブページにも出てるので、リンクからねチェックしていただきたいんですが、 iPad の6世代7世代8世代みたいな前のモデルにも対応しているので、当然ね吸着できないじゃないですか。そういう製品はもうここで充電してあげればいいわけですよ。なかなか便利ですよね。で、僕は残念ながらその第一世代対応の iPad をすでにもう持ってないんですね。で、第二世代対応のもしか持ってませんが、それでもねやっぱりここにつけて充電してもいいんですが、普段ですね結構これで充電できたら便利かなと思う、タイミングは多いですよね。やっぱり僕の場合はこれサブで使いたいと思うんですよ。 Apple Pencil 持ってるんですが、 iPad 複数台数持ってるのと、それからね1個会社に置いといて1個自宅に置いときたいみたいな使い方もしたいじゃないですか。そういう場合にこのセットであれば、これを会社に置いておけば常にフル充電されているので、会社ではこれを使い、自宅ではね Apple Pencil 使いみたいなこともできるわけです。なかなか便利だと思います。今回はアイスフルの iPad 対応のタッチペンを紹介しました。iPad って素晴らしいですよね。こういう互換製品で安い価格で結構使えるものがたくさん出てくるじゃないですか。やっぱり売れてるアップル製品ってすごいですよね。マグセーフのものもいろいろ出てきますしね、素晴らしいなと思います。で、アップルペンシルが高くて買えない人とかですね、まあ、僕のように予備で欲しいとかね、いろんな場所に置いておきたいという方にはかなりいい製品だと思います。で、僕互換ペンもいろいろ紹介してきましたが、やっぱりね後からご紹介するものの方がどんどん良くなってきていて、利便性増してるんです
ですよね。こういうのね、思いつく人本当すごいですね。もちろん作る技術力もすごいと思いますが、はい、で今回はねメーカーさん提供の動画となりますが、個人的にかなり推せる製品だと思っています。以上 iPad 用のタッチペン紹介しました。まあね、Apple Pencil が高くて買えないよという方は、こういったですね、互換ペンでも十分役に立つので、いかがでしょうか。僕なんかはですね、いろんな場所に何本か置いて愛用しております。以上、内容が良かったらグッドボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。またですね、毎月プレゼントがある戸田悟ファンクラブというのがあるんですけれども、そちらに無料でご招待するメンバーシップもスタートしておりますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。またですね、3つ目のチャンネルとして Chromebook チャンネルも始めてますので、 Chromebook 入門の方ぜひご覧ください。